伝えられますというか、今度のものをいわゆる脱成長社会、今の、まあ、成長病にかかって、どん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 資料が抱かれて世界が日本が動いている世界に対してもう一つの別の可能性があるんではないかということで、3年ぐらい前ですかね、1回脱成長シンポジウムというのを一応問題提起出しました。で今日はその中で実際に、身近なところで私たちの足元から、暮らしを立て直していこうということで、考えたい、まあ、後半私たち の, 身近なところなんですけれども、前半最初はエディブルシティという、街を耕すということで、これはアメリカの西海岸なんですけれども、バークレーとかサンフランシスコとかオークランドとかベイエリアっていうところなんですけども、そこで展開されている非常に元気づけられる、映画を見てということで、ただここはちょっと今日、最初の挨拶のところでちょっと紹介しようと思ったんですけども、私がですね2000年から2001年にかけて、ここのバークレー GP に客員研究ということで滞在して、まさにエディブルシティあるいは、街を耕すあるいは地域を耕すいろいろな活動の、まあ、現場を見ていた言葉で、もうでもそれからも十数年経ってるので、また新しく、バージョンアップというか、非常に活発な動きがまた展開されている、まあ、そういう非常に、ホットな今現在ある未来に向けての新しい動きがここから、発信されている、それを我々も受け止めたいということで、第1部の最高峰でこのエディブルシティという映画を、上映することになりました。ちょうどその、2000年か2001年非常に大変な実は時期だったんです。ご存じの2000年もうすぐ 9.11 ありますね。アメリカの同時多発テロが起きた。そしてその後何が起きたかと言いますと、もうアメリカ全体が一色、米国旗を掲げて、そしてその頃はソウルランド、ソウル命のランドの地、自分たちのソウルランドがアタックされた。ちょうどパールハーバーのアタックとまさに同じ、形のこの起きまして、あっという間に、アメリカの社会が変わります。そのちょっと現場に居合わせた。でその中でバークレー地域、あるいはオークランドというベイエリアでは、本当にブッシュ政権が、テロとの戦いを掲げて、特にアフガニスタンを攻撃するというような形の、国会決議と、そして国の、まあ、威信をかけた動きが始まったんですけども、実は、バークレーの市議会がそれに対して反対決議が分かりました。で、国会議員の中でオークランド出身のバーバラ・リーさんという国会議員の方がアメリカの議員、国会の中で唯一反対の挙手して、表明しました。その後どうなったかと言いますと、バークレー地域はアメリカから袋叩き、あるいは、村八分、バークレーでお仕事してた方々はその周辺の州や地域から、取引を停止するという大変な、だからバークレー自体が、独立国のような、展開をするような場所になりますね。ちょっと、10分ぐらいの時間なんですけど、もう今、放送大学を以前、担当してまして、その時にこのいた時の、バークレーの様子をちらっと映像資料で作ったものがあるので、ちょっと2分か雰囲気を見ていただきたいと思います。これはファーマーズマーケットと近いなんで、近いサンフランシスコ地域の近いところですけども、私はこの2000年の中で1年半ほど住んでいまして、このファーマーズマーケットには何度もお邪魔して、大変美味しい食材を、ここで、手入れることができました。小農民、地域農民、特に、有機農業ですね、多様な品種を作った、これは有機認証を受けた農家の認証マークですね。さまざまな民族の人たちが、ここに集まりまして、いろんな食材を、まあ、新鮮なものを地域の中で、まあ、消費していく拠点になっているわけです。これは同じくカリフォルニア州ですけども、別の町です。チコという町の
ファーマーズマーケットの様子なんですが、ここで特に注目していただきたいのはですね、いろいろな海の中ですね、スコーシュ、カボチャの仲間、こういった多様な品種が栽培され、そしてそこにその特性とか利用の仕方、料理の仕方、そういうものがここで書かれていまして、消費者の人たちに直接ここで、まあ、伝達すると。つまり豊かな品種の持っている多様な価値、これを消費者の人に理解してもらう、こういう場になっているわけですね。同じくこれはまあガーリック、ニンニクの仲間とか、あるいはジャガイモの仲間とか、こういったものも多様なものがあって、多様な食べ方ができるわけですけども、そういう、まあ、日本ですと昔は八百屋さんのところでですね、こういった知恵や、いろんな利用の仕方を伝達してたわけですが、ここに今、まあ、ファーマーズマーケット、農業生産者が直接、こういう場所に出向き、消費者と向かい合って、そしてその品種の多様な利用の仕方、これを、まあ、コミュニケーションすると。そしてそういう生産の多様な、あり方を消費者に理解していただく、まあ、消費者もその中で食のあり方をもう一度見つめ直すという、この場になっている点、これは大変重要な、動きだというふうに思います。また、生産者の人たちは直接消費者につながる一種の産直運動もアメリカで広がっております。これは一つの農場なんですけれども、フルベリーファームという農場を中心になって、いろんな団体が協力し合って収穫の様子、消費者との出会いの場を作っています。いろいろな人たちこの中に集まってですね、収穫を祝うとともに、環境の問題ですとか、あるいは私たちの食のあり方の問題ですとか、そういうワークショップ等も開かれています。こういう中で、ソーラーパネルなんかもございますけれども、環境団体、いろんな市民団体も一緒になって、こういう場において、地域の在り方を見直すという動きが、起きているわけですね。まあ、このワークショップ、子どもたちを交えてですね、私たちが普段の食材として使っているいろいろな豆類、多様な豆、あるいは、トウモロコシのような品種の種類、こういったものを、素材とした、さまざまな装飾品、こういったものを作って利用して楽しんで食べるだけではない楽しみ方をみんなで分かち合っているわけですね。まあ、このように、まあ、私たち、まあ、ちょっと一旦お見せしたと思うんですけども、15年以上前の、姿ですけども、またそこがいろんな形で展開している。今日はその最先端の、動きです。いくつかそこの場所でも大変面白い動きとしてはですね、ここにあるように、エディブルスクールヤードという元々の現代なんですけども、これオークランド、やはりベイエリアの中核の中で、学校の中に、子どもたちの食、日本でも食の教育、始まってますけども、まさに、アメリカのファーストフードに、属された中で、食を通して、まあ、子どもたちの教育、あるいは市民の生活も、見直しというようなことを、その拠点の一つですね。まあ、それ以外にもいろいろといくつかあるわけです。まあ、まさに、食をめぐって、あるいは脳のあり方をめぐって、アメリカ社会、あるいは世界全体がまさに、まあ、問われ始めているということで、まあ、これも少し前に、こういう今、まあ、今日は食と脳を通じて社会を、世界に対する、私たちの、あり方を問い直そうということなんですけども、これはイギリスのティム・ラムさんという、フードマイルという概念なんかで、提起している方ですけども、この本、の中に今のまさに食を巡る戦いの、様子が描かれています。大きな世界全体に持つとともに、ローカルな場所ではこういうふうにして、今どん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 、アグリビジネス、巨大な農業、多国籍企業が地球全体の食料資源がだん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 ビジネス化されていくということに対して、全て多様性を守るという小農民のグループの、これは2009年、名古屋での政府が主導的に、小農民グループの、この声が国連に届いて、2年前ですか、国連で家族農業年というような定義につながっていくということですね。まあ、こういう地域の中のいろんな動きが、まあ、これは日本の中の産省で、いろんな動きがあります。
これは、まあ、いわゆるスロートルの、拠点でありますけれども、イタリアの中でまさに命の食と地域と文化と暮らし方が、混然一体となって、姿が、まあ、ちょっと出だすのが見えますね。まあ、日本でもいろいろ地域に見ますと、こういうふうに私たちの地域のまさに根っこに、この食と生まれたかなという、こういうことの見直しが始まっています。でこれは、まあ、地域だけでなくて、まず足元の私たちのこの都会の中の、都市の中で、どういうふうにそれを考えるかということで、まあ、いくつか今日、後半の第2部の方ではいろいろと事例がたくさん、出てきます。また多分、参加された中には、いや自分はこういうことやってるんだという形で、地域からいろんなところから、今日も地方から駆けつけてこられた参加者もいらっしゃると思うので、そういう話が多分、後半の方ではたくさん出てくるんじゃないかというふうに思います。時間がだいぶ来ましたけれども、そうですね、一つ、カリフォルニアの中で、BS の番組で、アリスの美味しい革命という番組が何回か流されているんですけども、やはり同じバークレーの地域の中にあるオーガニックレストラン、アメリカの中のスローフードフードの、あるいはオーガニックレストランの、まさにカリスマ的な人が、アリス・ウォーターさんという女性の方ですけども、シスパニースという非常に素敵なレストラン。でそこが拠点となって、やはり、食の、コックさんというのかな、料理をする人たちが、意識革命をして、まあ、農業者が革命、あるいは私たちの消費者の方の革命、意識の革命とともに、その間をつなぐ料理をする方々が非常に誇りを持って、自分は命と大地と自然と人々をつないでいる、まさにキーパーソンであるという形で、その食と農から命と健康と地球の健康まで含めて、それをいわば守り人という形で展開している、まあ、そういう非常に素晴らしい、なんでしょうか、見方というか、あり方を提唱されている、まあ、そんな動きが非常にアメリカのこの西海岸のバークレー地、ベイエリア地というのは、歴史的に、いろんな問題提起を発祥して、発祥の地ということで、展開され、今もまたこのシティファーマー、あるいは、町を流す、そういう動きが、展開されているということで、今日は最初に第一部、まさに今、海のちょうど太平洋向こう側の西海岸の方の地域で、どんな取り組みが起きているのかというところのメッセージを受け止め、ところがそれは日本、アメリカだけのことではなくて、日本の中でも起きているし、さっき見たように、ヨーロッパでも、あるいは途上国の、発展途上国の中でも、そういうふうな、食をめぐる、世界に対する、支配、これをなんとか根の漁業という動きが起きている、まあ、そういう動きとだんだん連動し合いながら、まさに、地球の私たちの地域の中でどう生きていくかという未来を作り出す、まあ、そういう動きに、連動しつながっていくんじゃないかな、まあ、今日は第2回目で、まだまだその、方向性がどこまで、共有できるか見えるか分かりませんけれども、まあ、そういうものを一個ずつ、いろいろとつなげて連帯して、社会のあり方を皆さんと考えていこうという形で、まあ、今回第2回目の、成長シンポジウム、まずは、足元から、街を耕すところから始まって、地域を変えていこう、できれば世界を、その中で変えていこうという方向に向かって、皆様方と、学び合うというか、研鑽し合うということで、進めていきたいと思います。ちょっと長丁場になりますけれども、前半、第1部、第2部、どうぞ最後までご参加いただいて、ここに新しい道を探していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、挨拶。